ジャースファルと申します。おはようございます。本日は10月26日木曜日ですね。睡眠レポート見ていきたいと思います。ということで、昨日ね、木の実の数 S を持った玉ざらしちゃんにね、見事出会うことができまして、わあすごいグラフなのでね、本日からは玉ざらしちゃんというよりもププリンちゃんを狙いたいなぁなんていう気持ちでおりましたが、本日は特徴なしタイプとなりました。昨日はなかなか不思議な寝方をしていたみたいだね。さあということで、どうなるでしょうかね。ププリンちゃんがいればププリンちゃんを狙いたいし、そうじゃない場合は誰狙おうかな。ちょっと見てから考えましょうか。本日の眠気パワー1833万5100でいきたいと思います。ポケモン7体、星4の寝顔が1つであります。お腹の上寝は誰が来るかな。特徴なしね、結構なんかワクワクするね、こうなってくると。さあお腹の上寝誰ですか。ヤドンちゃんです。見たことないんじゃない。ヤドンちゃんのお腹の上寝は見たことありません。さあタップしていこうと思います。嬉しい、かわいい、素敵。はい、どうも、おはようございます。あー、お腹の上でバグってます。なんかバグってるらしいと聞いたけど。さあヤドンのお腹の上で 769EXP と高いね。そういえばハイパー3になることができてないと思うから、ヤドランは出てこないじゃなかったっけな。音もどこかに行きました。もう、あ、音戻ってきた。オッケー、ヤドンちゃんです。寝顔図鑑、一応ナンバーは表示されていたね。いつもぼんやりしていて、寝ているのか起きているのか分かりづらい。本当に眠っているかどうか研究者の間でも意見が分かれているが、ヤドンは気にしていないみたいだ。そんなヤドンのお腹の上寝となりました。ちょっとやっぱ3番4番だけバグっちゃってる感じかな。ヤドンです、嬉しいね。そうそうそう、そういえばヤドランちゃんもね、見つけて仲良くなっていきたいなというね、狙いだったね。さあそしてマダツボミちゃんが横で寝ててくれました。マダツボミも育てたい。今日はマダツボミをゲットすることになるかもしれないよ。今のところ第一候補な感じ。さあそして左側にキャタピーちゃん、待って、キャタピーちゃんいるんだ。でも結局ププリンちゃんもプリンちゃんもいるね。そんな感じでラッタプリンププリンということで、こうなってくるとね、狙い通りププリンちゃんになっちゃうかな。OK、 じゃあ残りまとめてリサーチしていきたいと思います。いやー、こう改めてゲットしたいポケモンたくさんいるよね。さあではプリンの座りね、意外とスヤスヤがあんまり出ないからプリンもね、お目見えしてくれるの久しぶりかもしれない。そしてマダツボミの妖怪液ね、よだれな感じが最高と。ウソハチコテね、キャタピーペッタリね、この辺も可愛いよね。キャタピーもフレンドレベル10超えてるからぜひお迎えしたさはあるし、ラッタもウノハナ雪原ですぐ使えるからお目見、お迎えしたさがある。そしてやっぱりププリンちゃん狙っていきたいよといったところで、ププリンちゃんはね、まだフレンドレベルが10になってないから金スキルは確定してないんだけど、やっぱり仲良くなっていきたいななんて感じ。わっ、でもラッタちゃんにチャンスつくし、ヤドンちゃんにもチャンスつくのね。オッケー、いや、そうなってくると困るな。いやでもさすがにあれだな、ラッタちゃんにチャンスつくんだったらラッタボナサブかなぁと思いますので、ラッタちゃんにボーナスサブレ上げていこうと思います。ちょっとこれはね、当初の予定はププリンちゃん狙いかなと思ってたんだけど、さすがに12ゲージのポケモンはちょっと優先してもいいかなと思います。ラッタちゃんだしね。ラッタちゃんね、ウノハナ雪原ですぐにね使う可能性もありますし、元気チャージのポケモンはこうサブとして運用するのもとっても強いと個人的に思っているので、仲良くなっておきましょう。で実際にね、ウノハナでゲットしてもいいしね。さあではチャンスがついてくれたヤドンちゃんにポケサブレはね、しっかり上げていきたいなと思います。 OK、 よろしくねヤドン。はい、かわいい。 いや、あとはね、スヤスヤを出したら、じゃあ今度はね、ラッタちゃんだったりヤドランちゃん、その辺と仲良くなれたらいいなという気がするね。今日はね、いろんなポケモンと少しずつ親交を深めて終わりにしていこうと思います。おやつタイム終了です。いや、あれだね、ここ数日こう玉ざらしちゃんにスパサブ全力で投げたりしてたから、今日はちょっとあっさりめに終わっていく感じになりましたね。さあということで、今日の一枚、うわ、このヤドンちゃんにしたい。もう毎回ヤドンちゃんにしたい。
毎回ヤドンちゃんにしたいですが、今日はプリンちゃんにしよっかな。いつもねププリンちゃんをよく選んでるので、なかなか出会えないプリンちゃんにしておこうと思います。まあなかなか出会えないのは私だけなんですけどね。オッケー。いや、プリンの飴しっかり溜まってきたぞ。早くね、育てるプリンちゃん、ププリンちゃんに出会いたいね。さあ、ということで本日のリサーチ EXP は1000を超えてきたね。今日は上振れたんじゃないかな。ヤドンちゃんがねリサーチ EXP 高いから、とってもとっても上振れた感じになりました。仲良しのこうポケサブレ、非常にありがたいね。有効に使わせていただきたいと思います。ということで戻ってまいりまして、昨日ね経験値獲得量アップの玉ざらしマサシをねトドグラーに進化させたよというねお話ししたと思うんですけれども、昨日も飴がいっぱいあったので、ハロウィンの時に万能飴結構ゲットできるし、もういっかなと思って、あのウッキウキでレベル30にしてしまいましたのでね、ハロウィンの飴で、まあ、トドゼルガまでねガッと進化させてしまおうかななんて思ったんですけれども、昨日ねもう一体木の実の数 S を持った玉ざらしちゃんをお迎えしたじゃないですか。で、私その計算ツール回して、どっちのポケモンを育てた方がエナジー稼げるかで育てるのを決めよう、アメを使う方を決めようって思ってたのに、あのレベル30で食材解放できるのが嬉しすぎて計算する前にウッキウキでアメ突っ込んじゃってまして、で一応計算してみたんですね。そうすると木の実の数 S を持っている方が、まあ、レベル25でお手伝いスピード S を持っている、そしてサブスキルの種を使えば M にできるというところで、そこまでを込みにすると経験値獲得量アップのマサシ君をトドゼルガにするよりも、木の実の数 S お手伝いスピード M 勇敢玉ざらしちゃん、玉美子ちゃんをですねトドグラーに進化させてレベル25にする方がもう全然エナジーを稼げるというね計算結果になりました。あーそうだったんだと思いつつね、今回もうね昨日タマミコちゃん木の実の数 S 玉ざらしをお迎えした時点で EXP 獲得量アップの玉ざらしマサシはねトドぐらいに進化させてしまっていたので、まあこう机上の空論というか、そういうお話になってはしまうんですけれども、もともとねマサシを進化させるまでは玉ざらしの飴350個ほどあったので、こう経験値獲得量アップとダウンのね差があれど、どっちを育てた方が良かったんだろうっていうのね、エナジーだけ見て、木の実エナジーだけ見て計算ツール回すと、どうやら木の実の数 S のタマミコちゃんの方を育てた方が良かったっぽいなというね結果になりました。のでこう食材、第二食材解放してね食材たくさん持ってこれるとか、そういうメリットがあったりだとか、いち早くトドゼルガにした方が食材ゲット S が発動しやすかったりだとか、まあそういう部分はね全く考慮されてはいないんですけれども、木の実エナジーだけを追い求める場合は特化した子を先に育ててあげる方が結果的にね全体として稼ぐエナジー多くなるかもしれないなと思いましたね。いやかなりね微妙な判断にはなるかなと思うんですけれども、アメもね350個近くをその経験値獲得量アップの子に使うのとダウンの子に使うのとだと、当然ね 30EXP と 21EXP で 1.5 倍ほどね差があるわけで、300個以上使っていくと当然3000経験値ぐらいね差が生まれるわけなので、この辺は各個々人の判断になるかなとは思いつつ、同じポケモンを同時に育てるっていうタイミングでね飴をどっちに使うのかって結構ね難しい問題なんだなってちょっとね思ったりもしました。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。お相手パレでした。よろしければ動画にグッと押していただけますととっても嬉しいです。いつもありがとうございます。気づけばねこうまだ木曜日なんですけれども、フィールドボーナスが上がってきたりとか、ポケモンたちがね強くね育ってきたりとかで、もうね本日中にワンチャンマスター狙えるかなというところまで来ました。今日はね結構イレギュラーな形でねラッタちゃんにボーナスサブレねあげることになったんですけれども、明日以降ねスヤスヤはヤドランをやっぱり探したいなというところと、ぐっすりタイプが出せればププリンちゃんね狙っていこうかななんて思います。ウトウトは相変わらずカイロスヘラクロス一度も見てないのでぜひ出てきてほしいなと思いますね。そんな感じでグッドスリープデーが近づいております。木曜日今日も元気にいってらっしゃい。またねバイバーイ。